小学校6年生算数、釣り合いの取れた図形を調べよう。教科書は9ページからになります。9ページから10ページの問題にチャレンジしてみよう。こんな図形があることがわかります。右と左をパタンと折り曲げたときにぴったり重なる図形があります。下の四角を読みます。1本の直線を折り目にして2つ折りにしたとき、両側の部分がぴったり重なる図形を線対称な図形と言います。この直線を対称の軸と言います。線対称な図形で2つ折りにしたときに重なり合う辺、角、点をそれぞれ対応する辺、対応する角、対応する点と言います。教科書の11ページ ④ にチャレンジしてみましょう。対応する辺、対応する角、対応する点にはどのような決まりが見つかるでしょうか。動画を一度止めて考えてみてください。線対称な図形では対応する辺の長さや対応する角の大きさは等しくなっている。対称の軸で分けた2つの図形は合同になっている。線対称な図形では対応する2つの点を結ぶ直線は対称の軸と垂直に交わる。またこの交わる点から対応する2つの点までの長さは等しくなっている。このような決まりに気づけたでしょうか。教科書の11ページから12ページの問題にチャレンジしてみてください。教科書の13ページにチャレンジしてみよう。線対称な図形を書こう。ヒントなしでチャレンジしてみましょう。難しければ下のヒントを参考にしてみましょう。ヒント1です。対称の軸に鏡を置いてみると右側の形が分かりやすくなります。ヒント2です。左側の頂点の対応する点を右側にまず写してみましょう。そしてそれを線で結んでみましょう。少しずつ形がわかると思います。作業の間動画は止めておきましょう。14ページに行きます。一つの点の周りに180度回転させたとき、元の図形にぴったり重なる図形を点対称な図形と言います。この点を対称の中心と言います。ここから線対称と点対称の同じ点、違う点を考えながら教科書を進めましょう。点対称な図形で対象の中心の周りに180度回転したときに重なり合う辺、角、点をそれぞれ対応する辺、対応する角、対応する点と言います。教科書15ページの ① と ② にチャレンジしてみましょう。対応する辺、対応する角、対応する点ではどのような決まりが見つかるでしょうか。点対称な図形では対応する辺の長さや対応する角の大きさは等しくなっている。対称の中心を通る直線で分けてできた2つの図形は合同になっている。点対称な図形では対応する2つの点を結ぶ直線は対称の中心を通る。また対称の中心から対応する2つの点までの長さは等しくなっている。教科書17ページ、丸ごと、17
17ページの2と3にチャレンジしてみましょう。教科書18ページの問題にチャレンジしてみましょう。天体ショーな図形を書きましょう。まずはヒントなしでチャレンジしてみましょう。難しければ下のヒントを参考にしてみてください。ヒントです。教科書をぐるっと回して持ってみると右側の形が見えてくると思います。わからない人は何度も何度も回してみるとそのうち図形の形が見えてくるはずです。ではこのようなやり方を参考に他の問題にも取り組んでみてください。どうぞ。